青山学院大学法学部法学科3年です。僕結構特殊でちゃんとやっ、あーまあでもそうですね、4月からですね、3年の4月から最初50中盤ぐらい、まあ、英語は熟語と、語彙、単語、あと文法、あと構文をもうひたすら覚えて、で演習するみたいな、ひたすらで取りこぼしあったら覚えて、日本史はもう本当、まあ、テキストを丸打ちして理解した上で丸打ちして、それを覚えて、で Z が A の100題とか、まあ、問題集解いて、国語は、まあ、そうですね、学校とか塾で教わったことを身を見まねでやってましたね。60ちょっとかな、フラットぐらいですね、60ぐらい、5ぐらいですね。はい、僕は法学部で、英作文、自由英作文が出たんで、ハイパートレーニングの自由英作文と、日本史は Z 回の100題と、あとは普通にシステム英単語ですね。法政大学の経営学部と、中央大学の国際情報学部と、日本大学の経済学部ですね。ああ、楽しいですね。楽しい。いや、一番、多分、一応他のところもまあ受かってたんですけど、まあ、ここ選んでよかったなっていうのはありますね。どういう時にそう感じるとかあります？やっぱ、女の子は可愛い。うん。それに尽きる。うん。それに尽きます。なるほど。いや、もう本当、入ったら、まあ、おしゃれなお店とかいっぱいあるし、まあ、さっき言ったように、まあ、可愛い子もいっぱいいるんで、もうぜひ入ってください。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、逆転コーチングでは2024年の入試の受験生の募集を開始しました。このままでは早慶マーチに受かるか不安っていう方はぜひ概要欄の公式 LINE よりお問い合わせください。待ってます。待ってるよ。